哥，暑いよ。バービーちゃん溶けちゃう。じゃあ離れろよ。どんだけくっついてんだお前。やだもん、バンピーちゃんギュッとしたままがいいもん。でも暑いのもやだ。なんとかして。こんな甘えん坊のわがまま娘め。どうしましょうね。納涼祭？涼しい浴衣びらを着て屋台とか催し物で涼むお祭りだったと思います。浴衣びらってあの涼しくて可愛い服だよね。お祭りもすっごく面白そう。行ってみたい。そういや、ちょうどこの辺りでやるって前受けた依頼のついでに聞いたな。いい考えじゃねえか。ケンゾク頭いいね。バンピーちゃんのことよしよししてもいいよ。お前がされるのかよ。ってするなするな、甘やかしすぎだって。よし、じゃあ早速バンピーちゃんの浴衣びら買いに行こう。浴衣びら姿。わあ、とっても可愛らしいです。ドレスみたいなフリフリもついてて、お姫様って感じで。ふっふん、当然だって。バンピーちゃんはメドベキアの王女様なんだから。そういえばそうだったな、オイラすっかり忘れてたぜ。剣族、トカゲちゃんが意地悪言ってくるんですけど。悪い悪い、冗談だって。それよりもほら、早く行こうぜ。みんなで手をつないで一緒に行こう。絶品だけどよ、リンゴ飴は格段にうめえな。ベスちゃんも喜びそうなのに、連れてくればよかった。ベスちゃんはどうしているんですか？一緒じゃないなんて珍しいような。バンピーちゃん元気だよ。でも
どこか無理してるような。大丈夫だってば。ほら、ねえねえ、これ何？水ヨーヨー釣りだぜ。説明するよりやってみた方が早いな。おっちゃん、一回頼むぜ。はいよ、取れるといいな。へえ、小さい。こんなので本当に取れるの？まあ見てろって。こうやって糸を垂らしてタイミングよく、おりゃ、落ちちゃったけど。トカゲちゃん下手っぴーだね。意外に難しいんだよ。バンピもやればわかるって。ふふん、こんなのすぐなんだから。おじさん、バンピーちゃんもやる？はいよ。こうやって垂らして、えい。どうして取れないの？な、難しいだろう。ケンゾク、取って。取れた。ケンゾク、やっぱりすごいね。トカゲちゃんと違って。ムキー、バンピーだって取れなかったろ。ケンゾクが取ってくれましたもん。ねえねえ、もっと取って、ケンゾク。ぬいぐるみにお菓子まで大量だね。いやー、取りすぎな気もするぜ。最後らへんちょっと店員が気の毒に思えたし。だっていっぱい取らないとみんなにお土産配れないもん。お土産ですか？うん、ベスちゃんとフェルドラクとバイトにメドベキアのヴァンパイアでしょ。お引越ししてきたアマツマとバルガにも。バンピーちゃんだけ楽しむなんてもったいないもん。みんなにもおすそ分け。そっか。ちゃんと島のこと考えてるんだな。全部自分のものにするのかと思ったぜ。当然ですし、バンピーちゃんだって島のこと考えてるもん。バンピーちゃん、この祭りの締めのサインで目玉だ。これ目的のやつも多いんじゃねえか。効果？
りすごいね。お外の世界ってこんなに綺麗なものもあるんだ。さっきね、元気なんて言ったけどね、バンピーちゃんちょっとナイーブだったの。珍しいな。何があったんだ？今ね、メドベキアのみんな偉いの。すごく頑張ってて、みんなこの世界で生きようとしてるの。昔はみんな滅ぶとか外界なんてとか言ってたのに、すごいよね、偉いよね。はい、すごく立派で素敵なことだと思います。全部フェルドラクとバイト、協力してくれるヴァンパイアとか外の人とかベスちゃんのおかげ。でもね、バンピーちゃんお姫様なのに何もできてない。いや待てよ、そんなことねえだろ。そうですよ、みんなの考えが変わったのはバンピーちゃんのおかげなんですから。えひひ、優しいねみんな。けどね、バンピーちゃんだってもっともっとみんなにね、何かしてあげたいって思って。でもずーっと暑いし、考えてもうーってなるだけだし、わかんなくて。気づいたらね、ケンゾ君のとこにいたの。なるほどな、それでずっとこいつに甘えていたんだな。それは別だよ、団長はバンピーちゃんの眷属ですし。別なのかよ。とにかくね、何かしたかったの。それでね、これ効果メドベキアでしたいの。納涼祭開いてね、みんなに涼しいって思ってほしい。楽しいこともっと知ってほしい。バンピーちゃん本当に優しいですね。よし、わかりました。私たちにできることだったら協力しますよ。一緒にメドベキアですげえ楽しい納涼祭開いてやろうぜ。ありがとうみんな。無理だな。無理？どうして？うち
ちの町の納涼祭は昔から続いてて、すごくこうなんというかね、ややこしい。ややこしすぎて多分他の町じゃ同じ祭りは開けねえ。そんな、なんとかならないの？なる。なるのかよ。うん、大丈夫だと思う。祭りを開くこと自体は。バンピーちゃん、頭ね、こんがらがってきちゃった。あくまで同じ祭りは無理ってだけだ。文化圏がどうしても違うからな。機材や人材はいくらでも貸し出せる。ゆえにメドベキア独自の祭りならば問題なく開けるだろう。なるほど。でもバンピーちゃん、この町の納涼祭がすごく好きだったんだけど。例えばだけど、この町の納涼祭は昔のお祝い事を原点にしてるんだ。だからメドベキアも同じように、何か原点になるようなお祝い事があれば似たようなことをできるかも。似たようなこと？お祝い事。あ、だったらバンピーちゃんのママの誕生日があるよ。バンピーちゃんのママですか？そういや会ったことねえな、親代わりのフェルドラクにしか。そうだよ、だってもういないもん。え？ごめんなさいね、妙な話の振り方しちゃったわ。なんで？今はいないってだけだよ。お空のどこかで元気にしててね、ずっと見守っててくれてるんだ。そうなのか。オイラてっきり。きっとね、メドベキアでお外の効果をいっぱい打ち上げればママも喜んでくれると思うんだ。みんなも元気だよって伝えられたら嬉しいな。素敵な考えですね。うん、みんなのパーティーを大きいパーティーにしちゃおう。バンピーちゃん天才。最高のお祝い事だな。それなら効果もよく合うだろう。でも大丈夫？メドベキアって霧で溢れているんじゃないの？あ、お姉さん詳しいね。そうなの、ずっと薄暗いんだよ。安心しろ、ここだけの話、効果と霧は相性がいい。そうなんですか？特にうちの高架子の作るものは光源が強いからな。その点いい方向に作用するだろう。想像してみろ、霧の中光光と輝く効果を。きっと唯一無二の光景になるだろう。全然想像つかない。ならやってみるしかないな。何？楽しみが増えたと思え。おじさん面白いね、優しいし。でもよ、優しすぎじゃねえか。いや、ありがてえ話なんだけど、機材や人まで貸してくれるなんて。いいのよ、だってお嬢さんヴァンパイアさんでしょ。お世話になってるから。え、ヴァンピーちゃん何もしてないよ。フェルドラクさんがね、
この町にも前に来てくださったの。友好関係を結びたいって。それだけじゃなくてね、当地の助言をしていただけたり、貿易ルートも確保していただけたの。おお、そうだったのか。すげえなあいつ。うん、フェルドラク本当に頑張ってるんだ。バンピーちゃんも頑張らなきゃ。フェルドラクがやってきたことがちゃんと無駄じゃないって教えるの。うん、やる気出てきた。一緒に頑張ろうね、ケンゾくん、みんな。はい、えい、えい、あーです。あちゃん、すごいでしょ。素晴らしい提案だ。よく考えてくれたな、バンピー。まさかバンピーがメドベキアのためにそこまで考えてくれているとはな。ギュギュでしょでしょ。もっと褒めてもいいんだよ。だが、え、フェルドラク様、やはり。そうだな、すまないバンピー、少し時間をくれないか。どうして。時間をくれってダメなのか、祭りをするのは。ダメではない、決してな。バンピーが民や国を思い考えてくれたことだろう。決して無下にはしない。それだけは約束させてくれ。だったらどうして、何か事情があるんですか？母様、いや、クイーン様の生誕祭に開くのが少し難しいかもしれないんだ。どうして？だってみんなのお祝いだよ。だからこそだ。団長、この国の古城を覚えているだろうか？ああ、あの立派な城だろ。確か滅多に入れないっていう。そうだ、あそこはクイーンが住まわれていた、いわば聖地のようなものだ。故に伝統を重んじる我らはあの聖域を守り続けている。クイーンが去った今でも。それと祭りが開けねえの、どう関係しているんだ？神聖すぎるのだ、クイーンにまつわるものすべてが。メドベキアの慣例では、クイーンの生誕は粛々と過ごすのが掟。起きて？
そんなの知らないよ。バンピーちゃん、みんなでいつもケーキ作ったり、お歌歌ったりしてたのに。ギャー。それは、フェルドラク様がバンピーの意志を尊重していたんだ。多くの民は粛々と過ごしていたよ。そうだったの？バンピーちゃん、わがまま言っちゃってたの？いや、違う。決してわがままなどではない。お前の意志は尊重して叱るべきだ。きっとクイーンも喜ばれている。それだけは間違いない。だが民の意志も尊重すべきものだ。私にとってはどちらも同じぐらい尊ぶべきものだ。なんとなくですが、言いたいことが分かった気がします。掟のお祝いの仕方と違うことを神聖な日にするのは難しいということですよね。祭りを別日にすれば、バンピーの提案はすぐにでも実現できるだろう。でもそれだと、ママに効果を。ギャー。大丈夫だ。二人とも落ち着け。私が話して民の理解を得よう。バンピーの決断は何も間違っていない。フェルドラク、それで時間が欲しいってわけか。すまねえ、早とちりしちまった。こちらも言葉が足りなかった。ではすぐに民たちに声を。それには及びません、フェルドラク様。ん？お前たち、どこから、いや、いつからいた？申し訳ございません。お客人がいる中、ついお話に興味が湧いてしまいまして。よい。だが、意図を説明してくれ。その、考えすぎかと。何？いえ、申し訳ございません。過ぎた言葉を。ただですね、私たちも、その、バンピー様が、大好きなので。え？ピーちゃんも好きだけど。嬉しい。いや、そうじゃなくて、あのですね、バンピー様の考えならすぐに納得するのではと。だって今私たちが生きてるのはバンピー様とベスのおかげですし。楽しみ方だって掟を尊重するもの、新しい祝い方を尊重するもので共存できると思うんです。それにバンピー様のわがまご提案に振り回されるの初めてじゃないというか。だから私たちから言っておきます。皆様は準備をなさってください。生誕祭だってもうすぐですし。あんたたち、そうか、
確かに考えすぎだったな。慎重になりすぎたようだ。お前たちはよく変わってくれた。本当によく。よし、すぐに準備に取り掛かろう。バンピーちゃんいっぱい頑張って、楽しいお祭りにしてみせるから。アマツマとバルガにも声かけよ。あ、コウとヨウ、あとスイにも。まあ待て、ビワのジョーちゃんもか。キャオ、ヨウはね、たまに会って遊んでるけど、スイ全然会ってくれないんだもん。いや、それはその、あいつ普段旅してるし、そうじゃなくても、きっと大丈夫ですよ、Pさん。今もう元気にされてますし。そっか、元気になったんだ、よかった。じゃあバイト、ほら早く呼んできて。ほら早く。僕が行くのか。も元気そうだな。今日全力で手伝うからさ、何でも言ってくれよな。うん、いっぱい頼っちゃうけど、あれ、スイは？あは、すみません、ここにちゃんといますよ。スイ、元気になったんだね。けど、どうして眷属の後ろに隠れてるの？その前にお会いした時、取り乱してしまいましたし、申し訳なさがありまして。今の私を友達と言っていただけるのか。その、なーに、スイはバンピーちゃんの友達だよ。スイは違うの？決してそのような。ただ私はスイちゃんでは。スイ、うん、バンピーちゃん、プンプンだよ。ごめんなさ。謝るの禁止。スイは悪いことしてないもん。けど悪いことしてる。はい。何かあったんでしょ？とっても辛いこと、
だよね。隠しててもバンピーちゃんわかるもん。バンピーちゃん、だからね、お話ししなくてもいいよ。でもバンピーちゃんに会いに来ないのはダメだって。友達でしょ。バンピーちゃんとお話しして。一緒にミサンが作ったお友達でしょ。そんな、私は、あんたはバンピーちゃんの友達、ヨウもバンピーちゃんの友達、ここにいるみんな仲良しなの。私も友達です。仲良しで痛い。大丈夫だってスイ、バンピーもこう言ってるし。でも後ろめたいんだったらさ、またちゃんと時間取ってさ、きちんと話そう。絶対悪いようにはなんねえから。はい。わあ、では切り替えます。お友達のスイちゃんです。ハグしましょう。わあ、スイちゃんだ。ぎゅみんな元気そうで何よりだ。ほら、連れてきたぞ。わあ、こう兄ちゃんみたいな綺麗な尻尾の人がいっぱい。もふもふ、もふもふ気になるでしょ。ギュってしてもいいんだよ。尻尾ね、サラサラふわふわだから。サラふわです。そうなの？そう、触りたいかも。じゃあ、アマツマもバルガも一緒に効果見ながら、ヨウたちのこと、モフモフしようね。効果？見たことないの？じゃあ、楽しみが増えたね。うん、話が勝手に進んでいく。まあ別にいいけど、あれも効果楽しみだしな。そろそろ準備をしようか。力仕事ができる者は僕と一緒に設営準備を。バルガ、頼めるかい？もちろんだよ。一応鍛冶屋の息子だから。僕もサポートしますね。一緒に頑張りましょう。ヨウとスイとアマツモは集まってくれた人々の誘導とフェルドラク様の手伝いを頼む。よし、ベス、団長さんと一緒にバンピーの監視を頼んだぞ。キュキュン。まただ。さっきのは気のせいじゃなかったか。何かずっとこちらを。バイトさん。ああ、この町のヴァンパイアたちだろう。民には祭りの了承を取れている。騒ぎにはならないと信じたい。ええ、確かに敵意は感じませんが、ですがなぜ彼らはずっと。
そうだ、ヴァンピーさんが効果の話をしたとき妙な反応をしていたように見えました。警戒しておこう。プニプニいっぱい浮いてる。水ヨーヨー釣りって言うんだよ。これをね、えいって釣るの。釣りってそういうものなの？うそ。驚いたろ。魚を使うことも多いが、遊びやすくて子供たちに人気のため、水ヨーヨーが魚の代わりに景品になってることもあるんですよ。実はチカと呼ばれることもあって、なんでも安い原価が由来。原価？うわっ、すみません、屋台の前でなんてことを。気にすんな、うちは今日はどうせ無料だ。つうか詳しいな。うん、すごいでしょ。スイね、いろんなお話知ってるんだよ。へえ。ねえ、もっとお話聞かせて。私ね、そういうの全然知らなくて。バンピーちゃんも聞きたいな。ヨーヨー釣りながらお話しよう。私でよければ語りましょう。ちゃんの屋台だよ。ケーキとスープいっぱいだよ。ベス、キュッキュッキュッ。みんなで作りましたから、コウ君もバルガ君も一緒に。食材ね、コウすっごい切るの上手なんだよ。バンピーちゃん助かっちゃった。バルガもテキパキ動いてね、味見ベスちゃんと一緒に頑張ってくれたんだ。キュキュ。うん、すっごく美味しいよ。はい、でもちょっと食べ過ぎちゃってお腹いっぱい。そうなのか。いやでもバンピーの料理は。ほらほら、食べてみて。グイグイパクパク。あーん、うん、やめろ。うまい。えへん、当然ですし。今日のためにとても練習されていたみたいなんです。バイトさんに食べてほしいって。そうか、なんか泣きそうだ。もう、なんかバカにしてるでしょ。めいだよ、めい。
んの古城ツアー。はあ、すっごいでかい。中には入れないけどね、特別だから外から見ていいってフェルドラクが言ってたの。なんと貴重な機会か。目に焼き付けておこう。わー、天妻とバルゴ演奏するの？うん、ぜひって、フェルドラクさんに頼まれて。賛美歌をクイーンさんを称える演奏をしてほしいって。ずるい、聞いてないんですけど。バッピーちゃんもね、一緒に天妻とお歌歌う。バイトはバルガとピアノ弾いてね。勝手に決めるな、天妻とバルガの舞台だぞ。いいんじゃない、今日の主役はバッピーちゃんでしょ。えっへん、主催ですので。それを言われると弱いな。しょうがないか。どんなものなんだろう。スイさん教えて。こればかりは語るのは野暮です。見て聞いて体感しましょう。今日の物語はきっと心でいきますから。難しいねけど。きっとそうだと思う。楽しみにしててね、みんな。全然効果見えねえけど大丈夫か。打ち上げ時間は過ぎてしまっていますね。バンピーちゃん見てくる。待てバンピー、僕も一緒に行く。バイトさん、あの人たち。バンピーたちを監視していたものだ。効果の弾を持って何をしているんだ。まさか祭りをよく思ってない奴らか。邪魔しようとしてんのか。え、やい、お前ら何してやがんだ。いや、これはねえ、何してたの。違うんです、バンピー様、これは。大丈夫だよバンピーちゃん、みんなのこと信じてるもん。バンピー様、申し訳ございません、勝手な真似を。落ち着け、何があった。実はその効果は湿気に弱いと行商人に聞いたことがありまして。湿気？導火線や火薬がメドベキアの湿気にやられてしまうとお祭りが台無しになるのではと。できれば外れてほしい予想でしたが、どうもどこかがしけったみたいで。なので差し出がましい真似ですが、
行商人から仕入れてきた特殊な乾燥剤を使って湿気を取っていた次第です。じゃあ、あんたたち手伝ってくれてたの？バンピーちゃんのこと。邪魔しようとしてたわけじゃなかったってことか。とんでもない。バンピー様が発案してくださった大切なお祭りを、そんな。バンピー様が私たちのこと、クイーン様のことを思って開いてくれてたことは知っています。準備の時だってほとんどのヴァンパイアが。おい、もう隠し事はよせ。はい。こっそり皆様を見守ってました。祭りが成功するように。なるほど。たまに感じた視線の正体はそれだったんですね。敵意がなかったわけだ。敵意なんて、バンピー様の思いを踏みにじるような真似は決してしませんよ。あんたたち、そんなにバンピーちゃんのこと。でも、なんで黙ってたんだ？それならそう言えばよかったのに。すみません、私たちはあくまで裏方でいようと思ってまして。湿気の吸着はすぐ終わりますので、もう少々お待ちを。ダメ、みんなでやるの。そうしたらすぐ終わるもん。けどあんたたち。はい。ありがとね、バンピー様。綺麗だよ、すごく。僕の演奏でもこんなの見せられないよ。私の琵琶語りでもこれほど美しいものは表現できないです。これはなんと幻想的な光景だろうか。わあ、すごいね。霧の中でも効果がピカピカして、相性確かにいいね。
メドベキアのみんな、みんなのおかげだよ。ありがとう。いや、それは違うな。え？君が、バンピーが、みんなを動かしたんだ。本当に？バンピーちゃん、みんなの、みんなのためにちゃんとできた？ああ、誰が見ても、これはバンピーのおかげだ。じゃあ、みんな感謝しなさいよね。バンピーちゃん、